どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、デルタ、日本500マイルキャンペーンについてね、解説していきたいと思います。ちょっと私のね、動画のチャンネルで ANA の、特旅マイルキャンペーンでね、ちょっと一緒に紹介させてはいただいてたんですけども、まあ、今回ねこの日本、デルタ航空の、日本500マイルキャンペーンがですね、条件がねちょっと縮小解約っていう感じでね、ちょっと条件悪くなったんですよね。っていうのでね、まあ、今回ねこちら、解説していきたいと思います。でこのデルタ、日本500マイルキャンペーンなんですけども、使用済みの、国内線の、航空券、まあ、こちらを申請するとですね、デルタ航空の、500マイルがね、1回の搭乗につきもらえるっていうキャンペーンなんですよね。でこれすごいキャンペーンで、なんでもらえるかちょっとわかんないんですけども、普通の運賃でも OK ですし、LCC とかでも OK ですし、特典航空券でもいいんですよね。だから特典航空券が入ってるってね、これかなりすごいキャンペーンなんですよね。まあ、要は貯めた ANA マイルとか JAL マイルとかね、まあ、そういうもので申請したとしても OK なんですよね。ですので、まあ、これ提出して、必要なのはねデルタ航空のアカウントだけっていう風になってたわけなんですよね。まあ、それが、先日ね、発表になった情報だとですね、まあ、今までは一般会員枠みたいな感じで、誰でもねあのデルタ航空のね、アカウントさえあればできたものだったんですけども、まあ、今後はですねちょっと条件が変わりまして、会員もしくは、提携のクレジットカードね保有してないとこのキャンペーンにはね利用できなくなったっていう感じなんですよね。で期間が、2020年の、4月1日から、2021年の、1月31日までっていう風になってまして、一応2月3月が入ってないですよね。ですけども、まあ、一応ね毎回ここをカバーしてね、発表されてますんで、まあ、おそらくですけどもまた発表されるのではないのかなっていう感じがします。で対象路線なんですけども、先ほど言った通り日本国内を就航している、全ての路線っていう風になっております。ですけども国際線を乗る場合の、国内の乗り継ぎ便、こういうのはねちょっとダメっていう風になってるんですよね。でキャンペーンの内容なんですけども、搭乗券の控えありますよね。もしくは搭乗券の控えをねなくしてしまった場合は保安検査場の紙とかでもね一応 OK っていう風に聞いてますんで、まあ、そちらをメールで送信すると、1枚に対して、500マイルがもらえるっていう感じになります。で、こちら対象者なんですけども、今回からですねメダリオン会員もしくは提携のクレジットカード保有者っていう感じになります。で、こちらね最大付与数っていうのが決まってまして、メダリオン会員、提携のクレジットカード保有者には、最大1万マイルまでっていう風になっているわけなんですよね。1回が500マイルということですんで、だいたい20回のフライトまで申請できるっていう風になります。で今まだね一般会員っていう枠がありまして、最大5000マイルまでねこちら利用できたわけだったんですけども、この一般枠っていうのはなくなってしまったので、まあ、今後はね、メダリオン会員っていう感じになるんですけども、このメダリオン会員もですね昨年までは2万マイルだったのが、まあ、今回1万マイルまでね下がってますんで、まあ、縮小っていう印象ですかね、まあ、解約って言ってもいいのかもしれないですね。で今後ねこのサービス、デルタ、日本500マイルキャンペーンをですね、利用していきたいっていう方はゴールドメダリオンにね、簡単になる方法として、デルタアメックスゴールドカードは、発行するだけでね、デルタの、上級会員になれることができますんで一撃で突破できるんですけども、まあ、年会費がまあまあしますし、まあ、もちろんね上級会員になれてしまいますんで1年目は無条件なんですよね。2年目からは前年度150万円以上でね、なれるんですけども、まあ、このキャンペーンだけを狙ってねデルタアメックスゴールドカードを発行するっていうのはちょっともったいけないかなっていう感じがしますので、まあ、このキャンペーンだけ狙うっていうのはねおすすめできないですね。提携クレジットカードで、一応ねデルタの公式サイトに出てるのはデルタスカイマイルトラストクラブビザカード、デルタスカイマイルダイナースクラブカード、
デルタスカイマイル、スカイマイル JCB カード、デルタスカイマイル、アメリカンエキスプレスカードっていうことで、この中でですね、デルタスカイマイル JCB カード、こちらのクレジットカードなんですけども、このデルタスカイマイル JCB カードっていうのはテイクオフカードっていうねクレジットカードがありまして、こちらね初年度年会費無料なんですよね。で2年目以降は2500円っていう風になってるんですけども、まあ、こちらを保有していると、このキャンペーンね、継続して、利用することがね一応、公式サイトの規約を見る限りはね、まあ、大丈夫っていう感じになりますんで、まあ、こちらを発行してね、まあ、利用し続けるっていう感じですかね。で一応ねこちらの、デルタスカイマイル、JCB テイクオフクレジットカードなんですけども、一応ねポイントサイトに案件あります。で EC ナビだと、3000円、ポイントインカムで3000円っていう感じになってますんで、まあ、今ね EC ナビの方は、キャンペーンやっておりますんで、JAL マイルの場貯めている方は EC ナビ、ANA マイルを貯めている方は、まあ、ポイントインカムみたいな感じでね、まあ、どっちかに寄せるっていう感じになりますかね。で、次にですねデルタ航空のね日本500マイルキャンペーンなんですけども、ちょっと私の動画でね結構紹介してるにもかかわらずね、申請の仕方っていうのをね動画で出してなかったので、まあ、一緒にね今回こちら、解説して、今回の動画ね終わりたいと思います。まずですねこちらの動画のね概要欄に公式サイト、貼っておきますので、そちらから、申請ページをね、プリントアウトするっていう形になります。次に搭乗券を添付して、まあ、送信っていう感じなんですよね。申請用紙をプリントアウトして、記載、そして、搭乗券を添付して送信っていう流れになるんですけども、まずねこの申請書類に必要事項を記載します。で、ここでですね送信日、会員番号、運航便などをね、記載して、これを E メールで添付するんですよね。でこの E メールにはタイトルのところに日本500マイルキャンペーン加算申請っていう文言がね必要なんですよね。ですので、まあ、こちらね確実に入れていただくようにしていただいて、添付ファイルに、搭乗券のデータ2メガバイトまでね、添付することができて、ちょっと形式がですね JPEG、PNG、PDF っていう風になってますんで、添付形式はね間違えないようにしてくださいね。これミスっちゃうと加算されませんからね。で、先ほど言った通りねこの搭乗券のデータっていうのは、搭乗券の半券でも OK ですし、保安検査場のね紙とかでも一応 OK っていう風に聞いておりますので、まあどっちでも大丈夫だと思うんですけどね、一応ね搭乗券の方はねなくさないようにしていただいて、搭乗券の方がね無難かなっていう気がします。で申請できる期間なんですけども、こちらね搭乗した日から、2ヶ月っていう風になってるんで、2ヶ月超えちゃうとねこちら申請してももらえませんので、こちらね注意してくださいね。結構ねあっという間に2ヶ月で過ぎちゃうので、国内線利用したらですね結構早めに申請するようにしてください。で、こちら申請からね一応8週から12週ほど必要っていう風にね公式サイトには出てるんですけども、早い時はね本当に2週間とかで付与されるんですけども、もうちょっとかかる時もねもちろんあります。で、去年のいつだったかな、去年の半ば過ぎぐらいだったかな、ちょっと詳しく時期ね覚えてないんですけども、申請するとですねメールが返ってくるようになったんですよね。ですので、まあ、一応ね申請したら、まあ、返信メール来ますんで、そういう意味では安心ですよね。まあ、こういったね、流れでね、まあ、申請していただければなっていう感じですね。いかがだったでしょうか。今回はですね、デルタ航空の日本500マイルキャンペーンのね、一応解約縮小についてねお知らせさせていただきましたけども、まあ、こちらね1回で500マイルもらえますよね。ですので、まあ、合計でまあ年間1万マイルまでねこちら貯めることができるんですよね。ですので、1年目はねこのテイクオフカードで、年会費無料で、2年目以降はですね、一応ポイントサイトのポイントでね、まあ、3000円分もらってますんで、まあ、実質2年分はですね年会費、まあ、かからないで維持することができますので、まあ、デルタ航空のマイルもですね結構ちょこちょこキャンペーンをやっていてですね、
一回出たのがね結構すごかったんですよね。東京からロサンゼルス、まあ北米だったんですけども、往復で3万マイルとかもね出たんですよね。ですので、デルタ航空のマイレージはですね、有効期限等々もないので、まあこの機会にね、貯めていただくのもねいいんじゃないかなって思います。1年目はですねクレジットカード発行すれば、まあ、無料でできますんで、まあ、1年ねやって、まあ、ちょっと様子見ていただくっていうのもいいんじゃないのかなと思います。国内線にねすごいねたくさん乗られるっていう方はですね、こちらはかなりねいいサービスになっておりますんで、ちょっとね今すぐちょっとね飛行機乗るっていうのはちょっとね情勢的に厳しいですけども、ちょっと落ち着いたらですね、ぜひね考えていただけたらなと思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。